とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は先日出た装備を使っていきたいと思います。これ、ダイヤモンドのツルハシです。黄金で、ダイナモ3。で、こっちをリフレッシュ。で、ここを、重力かな。やっぱり重力は欲しいと思うんだ。で、一番右をクリティカルだね。攻撃速度が速いので、クリティカルの相性はいいでしょう。まあ、火力不足ならば真ん中を虚無に入れてもいいんではないでしょうかね。はい。では、どんな感じになるのか使ってみまーす。それでは行きましょう。ゲイル聖域です。所持品が普通の矢のみになって、モブの速度は 30% アップ。で、近接が、ベビーゾンビ。あー、ちょっと嫌だね。動きが、速くなってくるね。おー、いきなり来た。いけるんでしょうかね。まあ、とにかく、ダイナモだから、ぴょん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 しながら、行きましょうか。火力はね、多分、申し分ないと思う。うん。あ、どうだろうね。ダイナモがどんな感じなんだろうな。うん。一応DPS 測った時に、このダイヤモンドのツルハシって、結構高かったんだよね。トップ10ぐらいに入るぐらいの DPS の高さだったんで、使ってはいけるはずなんだよね。うん。まあ、問題はちょっと最初は、矢だね。矢の数を、なんとかする、っていうところですね。まあ、ちょっとあっちはいかんとこ。あ、ちょっと待って。あ、いやいやいや、こんなもんこんなもん。うん。一発一発が、大ダメージ与えるタイプじゃないので、うん、こうこう、これだわ。何回も叩くタイプ。いや、でも、そうなると、あれだな、あんまりダイナモが、向いてないのかな。まあまあ、戦い方次第だよね。やばい、これ。やばいやばいやばい。お、ちょっと待って。死ぬ。ちょっと待って。危ねえ。ああ、危ねえ。トゲとかがいっぱいこう重なるとやばいね。よし、オッケー。お、イリュージョナーか。よっしゃ。あと一発。はい、終わり。あ、でもまあまあ、いけないことはないか。しっかりと道中で、ダイナモを貯めて、で、爆発させる感じで、行くんだな。うん、ちょっと戦い方には慣れが必要かな。うん、ちょっと慣れが必要だけども、ちょっと面白い感じには。あ、なる、おい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 。ちょっと待って。ああ、まあ、基本的に、ドラを入れて叩かないと、ダメージは出にくい。うん。はいはいはい。まあまあ、戦い方は分かった。オッケー。とにかく、ぴょんぴょんして、溜まってから叩く。だね。うん。ドラを入れてから叩く。そういう感じでいきましょう。うん。悪くない悪くない。いけるよ。このまんま、ボスまでちょっと進んでみましょう。おお、いけるいける。時間地点過ぎましたね。では後半戦です。どうだろうか。戦い方ね、慣れてきた。だいぶ慣れてきたよ。ぴょんぴょんがとにかく重要。なんかの装備と似てるんだよね、これ戦い方が。うん。ああ、あれか、ダイナモ付きの、ナイフとかそういう系のやつと一緒、戦い方が。なので、おいおいおい、これはちょっとひどいぜ。ちょっと待って、やば、あぶね。まあ、とにかくぴょんぴょんしてドラを当てて倒していく感じだね。うん、ドラがないとダメージがちょっと低めなので厳しいんだよね。あ、ここは確かキャプテンいない。今回ちょっとキャプテンいないかもしれないですね。まあまあ、いなかったらいなかったで、まあしょうがないですね。うん、そのまんま
進んでいきましょう。じゃあこれ思った以上にいい感じですね。機動力があって使いやすいかも。うん、 HP がね高めのやつが来てもダイナモを貯めながらぴょんぴょんして、でそれでドラ入れて叩けば大体ワンパンで倒していけてるんで、これいいよ。おう、これ手数が多い系にダイナモは意外といいな。あぶね、ちょっと待って、嫌なやついるね。オッケー、この場所はちょっと戦いにくいけどいけるっしょ。あぶね、あちょっと待って、お前がいるんかい。よし、抜けた。マジでお前らいるの。ちょっと待ってね嫌な場所。あ、そうか、もう抜けれるようになったんだ。抜けれるようになったんだ、そうだ忘れてた。もうここの扉がね閉まってない状態なんだよね。え、でもなんかここを解除していくとなんか美味しいことがあるとか、ボスのあれかな、無敵時間が短くなるとか、なんかそういう美味しいことがあったりする。だったら俺これ毎回解除するんだけど、とにかくここのボスはねめんどくさいのよね、無敵時間が長すぎて。なのでなんかそういう特典があれば嬉しいけども、どうだろうね。 OK、 840本か、変えていきます。弱体化の方にしましょうか。こっちがねバーストボーストリングついてるんでいいんだよね。行ってみましょう。とにかく雑魚は、あー、いやこいつらは倒さんと無理か。雑魚はさ、このバーストボーストリングで倒そう。これのみでいけるよね、この攻撃力だったらいけるはずだし。あ、そうか、普通の矢だったらウィザー回復しないんだ。そうかそうか、いやでも大丈夫、耐えれる耐えれる、これでしっかり耐えて、でボスに一撃入れて回復しよう。しゃ、おーおー、いいダメージじゃない。この繰り返しでいけるでしょう。ちょっと待って、おお、なんかぶっ飛ぶね。はいはい、でさっきと同じくダイナモを貯めて一撃を入れて、繰り返しか、こりゃ長くなるぞ。くらえ、くらえ、おっしゃ、2億4000万、2億4000万出た。おーおーおお、素晴らしいダメージ出たね。そうか、透明化してるからか、透明化のダメージでさらに3倍、2億4000万ぐらい。うわー、素晴らしい。え、あれだったら2パンぐらいで、あ、1パンでいけたかな、わかんない。いや、でも、いいダメージ出たわ。はい。ということで、今日はですね、これ。ダイヤモンドのツルハシ、ダイナモリフレッシュ重力クリティカルで使っていきました。使いやすかったね。うん。もともと、ダイヤモンドのツルハシは DPS が高めなので、いい感じです。うん。よかった。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。